はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回はこちら。ブラックスパイダーのココナッツミルク日本入り、サンプル品です。非売品です。こちら道玄坂のタバコ屋に、行ってですね、7000円分ぐらい買い物したら、まあ、こちらもらえました。これを吸っていきたいと思います。あんまりね、サンプルはね、あんまりもらえた記憶はないんですけど、まあ、もらえましたんで。ココナッツ。ブラックスパイダー自体吸ったことないんで、ブラックスパイダー、ココナッツミルク味と、チョコレート味と、アイスバニラ味とカフェバニラ味、ジンジャーエール味と、アマゾンガラナ味とチェリーコーラ味。全部で7種類あるみたいです。460円ですね。値段が460円。タールが11ミリのニコチンが 0.9 となっております。すごい。最近のこれ、こんなになってんだ。はぁ、すごいね。最近のサンプル品すごいことになってるな。なんか。あ！うわ、この時点で匂いするわ。ココナッツの。ココナッツの香りするわ、これ。なんか薬みたいだな。こういう包装のされてる薬みたいな。ブラックスパイダー。こんな感じ。香りは？うわぁ。うわ、これあれだ。なんだっけ。ココナッツの酒。あれ、なんつったっけな。ココナッツのお酒。マリブね。マリブっていうココナッツリキュールがあるんですけど、あれうまいんですよね。ココナッツリキュールね。はい。吸っていきまーす。マリブコーラとかうまいんだよな、あれな。これフィルターが甘い。あ、ガラムと同じ、これは甘い。フィルターに甘味料使われてますね。フィルターが甘いだけで、吸った感じとして、味としては、別に甘いとは思わない。うん。だから、煙自体が甘いとか、そういうのではないですね。うん。ブラックスパイダーか。
なんだっけ、アークロイヤル。アークロイヤルに似てる。アークロイヤルとか、あとなんだっけ。あ、ブラックデビル。ブラックデビルだな、これ。アークロイヤルよりはブラックデビルっぽいですね。ブラックデビルの、うわ、ブラックデビルシリーズも、あれだな、前終売したんじゃなかったっけ。また新しいの出たっぽいね。480円。俺、ブラックデビルシリーズは、吸ったことあるんですけど、別にうまくはなかったという印象ですね。もう大して美味しくねえな、これ。うん、まあ、若干気になってんのが、ブラックスパイダーの、チェリーコーラ味。というのが、あるみたいなんですか。これ若干気にはなるんですけど。うん、まあ、でも。うまいかっつって、うまくはないな。だから吸い口が甘いんだけど、実際の煙としては全く甘い香りは感じられない。まあ、そもそも、甘い香りのやつは俺嫌いなんで、うん、嫌いなんですよね。手巻きとかでも、バニラとか、ああいったのがあんまり好きじゃないんで、まあでも、当然好きな人もまあいるわけですよね。うん。まあ。まあ、フィルター自体が甘いっていうのは、まあ、ガラムとかね、ではあるんで、うん。まあ、これ買うんだったらガラム買うなって話なんだよな。だから、ブラックデビルシリーズもあるし、まあ、ブラックデビルが480円でしょ？アークロイヤルが480円。どっちも480円なんで、それよりか20円安い、このブラックスパイダー。まあ、うん、まあ、あれですよね。アークロイヤルとか好きな人は、まあ、買ってみてもいいんじゃないですかね。うん。俺はこれは好きではないんで、二つ星ご視聴ありがとうございました。